どうもタブヤンです、キングオブキングス、隠しマップの独眼竜政宗、続きやっていきたいと思います。現在のね戦闘状況はこんな感じですね。リザードマンに睨まれてるんだよね戦力の差がこれで現れてるよね。ファイター1匹対リザードマンを倒さないと、次の町は取れないみたいな。後ろにサーペントがいる。そしてこの真ん中のね、町の塊をどちらが取るかで勝敗が決まりますので、めっちゃ押されてるし魔法使い軍団が近づいてきてるし、しかもついにジャイアントまで作ったか。ドラゴンがいますしね、最強ので、こっちを守ってるのはたったファイター2人だけという厳しい戦いが続いております。さあみんな回復して後ろにねここでね頑張っていこう。これ厳しいな。一旦ちょっと避けるか。どうしようかな一旦逃げようかなじゃあこっちに寄ってきてとかならないかな。陽動作戦だ。これはきついな。レベル6になりましたよ。街で休もう。ここを動くわけにいかないね。どうしよう、ハーピーで行こうか。ハーピーでナイト倒しちゃうか。倒せ、いいね、効かぬわ。倒しただけでレベルが上がるというねさあどうしようかな。ハーピーはね、あの文句に強いんだよね。このキングの全身守備よファイターはね、下にどんどん行こうぜ。これはちょっと退却。さあどうする？こいつを倒せばこの街取れないかな。守備もしないといけないし、全然足りないね人材が足りない。どうしようかな。こいつは倒しておきたいね、レベル3の、ということで普通に倒すか。倒してで、ハーピーは回復に専念しようか。魔法使い軍団が来たな。ファイターを絶滅させればね、街を占領できる可能性がぐっと上がるよね。敵のファイターの補充も遅そうだしね。倒すか、いけ。ちょっとアグレッシブ。せっかくどうせなら倒してほしかった復活か。よし、あの下のグリフォン倒しに行くか。こいついけるっしょ。やってまえ。よーし、ハーピー最強説キングは城に戻るとして、
ファイターをやっつける。ゴブリンが邪魔でみんな移動力をそがないとね。城に戻る。レベル7ってすごいな森の王様だ。あ、いた。文句レベル3、ちょっと育てていきたいね。1個倒せ。あー無理か。いたたたたた。レベル上がってない。おーっと、レベル4。経験は大事だね このハッピーはどこ行こうかな。町の方の応援に行こっか。よし、こいつ倒そう。倒しそこのやつ。よし、数打ち当たる作戦。今回復。いけるんじゃね、ナイトいけるんじゃね。あー空振り、ショックが大きい。回復。ここどこかわからんこれはね、先制攻撃。でも近くにファイターいないでしょ。地を守るって言ってもね、そうだな、貴重なファイターだからね。相手のファイターはあらかたやっつけた。ここを街取りたいから、ちょっと後ろ下がるか。こうするか。ここちょっと上に乗られちゃうけどね、しょうがない。終わり。よし、状況はこんな感じだ。うわー、予算8000ってもうむちゃくちゃですね。途方もない金額だな。いやー、またドラゴン作った2体目のそうなるよね、お金あると嫌なキャラばユニットばっか作るな。魔法使いとドラゴンしか作らへんやん。あ、びっくりするわ。15ターン目いきましょう。せっかくリザードマンどっか行ってくれたと思ったらサーペントが居座ってるびっくりするわ。もうハーフィー、ちょっと一旦退却か。退却。
ーこれやっつけないとレベル4。ソーサラーはハーピーに強いんだね。こいつやっつけないとダメだな。あ、ゴブリンも弱いのか。妖精は弱いのかな。よし、ソーサラーやっつけよう。バルされるよね、次のターン。いけいけいけ。やばい。ソーサラーメイジーにしたらダメだよ。レベル6。全滅させちゃえ。あーダメか。生き残ったか、ソーサラしかないね。大渋滞だ、後ろの街が。逃げろ逃げろ。怪我人多いな。うわ、グリフォン苦手なのかも。行け、一匹倒せ。よーし、いいね。モンクのレベル上げ、レベル6。退却。倒せー、よし。あ、ソーサラー作れますよ。どうしよっかな。作っちゃおうか、ソーサラー。ソーサラーついに出た。森で待機、ついに作ってしまいましたね。これは退却だな。ひたすら逃げるんだ。二交代制ですねこれ。よし、ナイト倒せ。いけー、倒せー。よーし、素晴らしい。ファイター2人でめっちゃ頑張ってるやん、ここ。でソーサラーなんか作ってしまったから援軍送れないよね。キング自ら援軍に行ってもいいんだけどな。そういうわけにはいかないからな。みんな頑張ってくれ。予算ちょっと減ったんじゃない。ドラゴン作ったからな、そら。さあ、行くか。ファイター1234。ファイター4の、ゴブリン1234、ハーピーが1234、エルフが1233、エルフ1人足りない。
ですかね。オッケー。あー、一気死んじゃったのか、このここのファイター。やばい。ドラゴンついに来た。敵はドラゴンの大量生産というね、王道で来ましたからね。出た。スケルトンに強いんだよね、文句。どうしようかな。迷うね、俺。そうしたらアグレッシブに行くか。行け。おお、いいね。おお、これは大きい。レベル上がったんじゃない？レベル4一気に。オッケー。倒せ。ドラゴンが来るけどね、ドラゴンでキングは倒せないと思うんだよね。まあ一匹ぐらい、一人ぐらいね、やられるかもしれないけど、ここはちょっと耐えてと。280か。ファイターかな。ファイター作っとくよ。もこっちにね。予算不足でファイターだ。ファイターしかない。ゴブリン復活。急いで救出活動に向かってくれ、ゴブリン。ここはちょっともう待機するしかないよね、これ。あー、死にかけてるのか。逆だな。よし、エルフ復活。潜みながらね、徐々に進んでいかないと。命あってのものだよ。警戒を怠るな。みんな疲れて、みんなダメージ受けてるやつしかいないぞ。こいつ仕留めとかないとね。倒せ。よーし、とどめさせた。生きて帰らさんぞ。これ多勢に無勢だね。完全なる多勢に無勢だ。パーピーここにいると死んじゃうね。逃げろー。ここまでも遠く逃げろ。あ、復活？交代制ですよ。あー、捕まった。ちょっと間違った。コンピューターみたいなことしちゃった。
強いんでしょ。ソーサラーに捕まるな。何やってんだちょっと動画カットしないとダメだよこれ。よし、ここでちょっと城を守ろう。そして文句、得意の文句をやっつけよう。あれ全然じゃん、やばい、これ文句成長しちゃうよ。あーあーあーあああ、ドラゴンに立ち向かうファイター、占領しようじゃないか。これも大気だね。かっこ勇敢ですねこのファイター。さあ行くぞ。現在の戦況はこんな感じですね。町がちょっと増えたんだけどね、まあ、ビビたるもんですよ。ここドラゴンいるからねドラゴン対ゴブリン。これはきついな。立ち向かう、ダメだ。おー頑張ってるな。頑張ってるから援軍到着したよ。いけーゴブリン。よーし、リザードマンを手玉に取って2人で戦えば勝てる。素晴らしい防衛隊、すごいね。これちょっとね、もう街のちょっとずつ進むか。道の上で戦いたくないんだよね。怪我人多いなさあ行くぞ、ゴブリン出動だ。街を守るんだ。ソーサラー頑張ってここまで行ってバル要員になりたいねいけるかな、届くかな、頑張っていくか。それかこの、あ、そうか、スケルトンは倒せないんだよな。このソーサラーと文句がね、希望の星ですから。積極的にここまでね。よし、スケルトンは文句のカボですから。あー全然じゃん。どうした文句、レベル6。大脚、遠くの方に大脚。
体制ですよ。二交代制ですよ。どうしよっかな。あえて前に行って文句を倒す。パーピーは文句に強い。よし、ゴブリンはソーサラーの護衛2個。でも相手のソーサラー嫌だな。ということで、こっちで、回復すると、予算500。あ、ジャイアント作れない。5が足りない。5足りないな。エルフが1,2,3か。もう一個エルフ作るかな。守備隊にエルフ作ろう。町に待機と。ファイターは1,2,3,4,5。あ、6人いるね。6人いればいいかな。どうしよう、どうしようもないな。これ多勢に無勢ですね。一旦逃げるか。あ、ここに待機するってことは、ここだな、ベストポジション。これ倒せないでしょう。待機。かな。18ターン終了。さあ、このターンを最後にしましょうかね。いや、真ん中がちょっと激しくなってきたね。真っ赤っかじゃないか。いやー、これね、このファイター1匹近づいてきたけど、こいつを倒さないとね、占領されちゃうからね。ポイントですよ。そしてサーペントとリザードマンの間を突き抜ける。素晴らしい、目的達成。このファイターすごいぞ。そしてファイターとゴブリンだけでリザードマンを倒せるというね、素晴らしい。タイキャップ。エルフ登場。やっつけてもな。あ、でもエルフやっつけると抜けれるね。まさかの攻撃攻勢に転じる。ここは行くか、先制攻撃で。エルフ対エルフ。よし、復活。
さかのソーサラーがドラゴン無理か。どうしようかな。あ、ポンプはソーサラー得意なんだね。よし、やっちまうか。スケルトンやっつけるっていう方法もあるな。後ろからめっちゃ来てるもんね。スケルトンやっつけようかな。いや、ここは行こう。ソーサラいっぱい倒してまあまあだな。よしよしよし、レベル7。よし、ここは助太刀申す。よし、我が軍のねこの二大巨頭、ちょっと二大巨頭をサポートしに行くか。町に入りました。ハーピーではちょっと具が悪いね。やばい、ドラゴンと囲まれて逃げられない、倒せない。スケルトン邪魔、邪魔なのがスケルトンの一番いいとこなんだよね。いやー参った、これハーピー逃げられない。ドラゴンに立ち向かっていくエルフ、いけー、一匹倒せ。よっしゃードラゴン一匹倒せば1000ですからね。まいった、逃げられない。全然ダメだバツだもんね。倒すしかないな。ハーピー回復中か。早く戻ってきてくれ。あ、一匹いるぞ。この町に入るか。ハーピー町を進出するんだ。敵のハーピー軍団もレベル上がってきたな。いいね。ゴブリン例によって退却。ゴブリンとハーピーは相性悪すぎるでしょ。の方に行くか。あ、文句には弱いのか。相性悪いね。ここでいいか。ハーピーをも倒せるゴブリン。つえー。レベル上がると、あ、なんか減ったな。エルフが4人います。妖精たちはね4人ずつ欲しいんだよね。ハーピーが1、2、3、4います。ゴブリンは1、
3人しかいない。ゴブリン作ってどこに派遣しようかな。サラーを守りましょう。オッケイ。今回はここまでにしたいと思います。うまくいってるんだか悪いんだかね。厳しいな、厳しい戦いが続きます。それではまた、さよなら。